ザルツブルク先帝公領は1803年から1805年まで存在した新生ローマ帝国の両方、剪帝公領、ザルツブルク大使教領の後継国家だったが、短命に終わった。第二次大仏大同盟戦争中の1800年、ザルツブルク大使教領はフランス軍に占領され、ザルツブルク大使教、ヒエロニムス・フォン・コロレドはウィーンへ逃亡した。 ザルツブルク大使教領は、ベルヒテスガーデンプロボスト、そしてアイヒシュテットとパッサウの一部と共に、ザルツブルク選定校領に再編され、皇帝フランツ二世の弟フェルディナント三世フォン、ハプスブルクロートリンゲンが、選定皇に即位した。フェルディナントの住居である、ミラベル宮殿フェルディナントは、トスカーナ大公国を両国としていたが、1801年に、フランツ二世が、 ルネビルの和訳で、トスカーナをフランストルドビーコディボルボーネに割上した。ナポレオン・ボナパルトと友好的であったフェルディナントは保証として1802年12月に大司教の給料を獲得した。大司教のコロレドが1803年2月11日に逃亡先のウィーンで正式に退位したことで、大司教料は世俗化に成功した。週間後の帝国代表者会議主要決議により、 世俗化は、正式に行われた。フェルディナントは、有能な統治者だった。彼は、ザルツブルク大学の医学部を創設、巧妙な教師フランツミヒャイル・フィーア・トアラーを任命して、教育改革を行わせた。またバートガスタイン、ザンクト・ヨハン・イム・ポンガウ、ラトシュタットの賛同の改善を命じたが、経済改革については、ザルツブルクのギルドに反対された。1805年10月、 第3次大仏大同盟戦争により、フランス軍が再び侵攻してくると、フェルディナントは前任者のコロレド大司教のように、ザルツブルクを離れて、ウィーンにある兄の宮廷へ向かうことを余儀なくされた。アウステルリッツの戦いで、オーストリア軍が大敗すると、1805年12月26日に、プレスブルクの和役が締結され、ザルツブルク選定綱領,領は解体された。 大司教の丘陵とベルヒテスガーデンは、オーストリア帝国に、アイヒシュテットとパッサウは、バイエルン選定公領に併合された。フェルディナントは再び保証を受け取り、新しく成立したビュルツブルグ選定公領に転じた。1806年に新生ローマ帝国が正式に解体すると、選定公領は、オーストリア領ザルツブルク公国として再編され、新生ローマ皇帝フランツに制であった。 オーストリア皇帝フランツ一世は自らの称号にザルツブルク公を加えた。しかしザルツブルクはナポレオン戦争の外交交渉において重きをなし続け第五次大仏大同盟戦争を終結させた1809年のシェーンブルンの和訳でバイエルン王国に活上された。1810年にはチロルのキッズ・ビュール、トラウンシュタイン、ディート・イム・インクライスと共に ザルツァハに合併された。1814年のパリ条約でザルツブルク地方は最終的にオーストリアとバイエルンの間で分割された。1816年以降ザルツァハ川東岸の主要な領地はオーバーエスターライヒのリンツから管理され、1850年にザルツブルク公国が再設立するまで続いた。ありがとうございます。